こんにちは。頑張りすぎずにおしゃれに発信を発信しております京子です。青柄女子の清瀬コーデを発信しております宮子です。今日は最近大柄じゃなくなってきているのではないですかというご意見がたっくさん来ているので宮子にその話を聞いてみようと思います。さっき思いついた企画あまりにも来るのでそうだね。どうなんですかね。そもそも私大柄女子の着痩せコーデでインスタを始めた当初70キロあって、なかなか痩せないっていうネタみたいな感じで楽しくやってたんだけど、京子と YouTube を撮ったりとかしてるうちに本当に洋服が好きになってきてしまったのよ本当に素敵な服とかをいっぱい見て、もうちょっとここが細かったらとか、もうちょっとここがこうだったらもっと素敵に着れるのになって思い始めて、ダイエットをし始めたんですよ。でもまあなかなか痩せない、そんな簡単にはっていうことで、ずっとダイエットはしていたんだけれどもなかなか痩せないよっていう状況だったんですね。そもそもそれが最近になって急に落ち始めた、なんでかわからないです。強制、まあ、強制してて食べ物が食べづらくなっているっていうのも要因の一つだとは思うんだけど、結構順調に落ちてきて、それに伴い見た目も変わってきたらしいと、そこら辺から結構皆さんに言われるようになり、最初は痩せたねわーみたいな感じで言ってくださることが多かったんだけど、最近はもうちょっと痩せすぎ、痩せないで、比較にならない、参考にならなくなってきたみたいなクレームをいただくようになっております。そうですね、 YouTube もそうだしインスタも、まあ、インスタの方がすごいんだけど、でしまいにはもう大柄女子というのをやめろと悩んでたわけじゃないんだけどそういう人たちに対してどう言ったらいいかなっていうのを考えてて、昨日結構まとめてブログを書いたっていう経緯があります。大柄女子と名乗るなっていうことに関しては名乗りますって思っててこんな言い方でいいのかな幼少期からそういうコンプレックスをずっと抱えて生きてきたので、多分体重が何キロ変動しようが自分の中で大柄だなっていう感覚は変わらないと思うんですよね。少しでも痩せ見えしたい、着痩せしたいって思ってるのは今も変わらないので、大柄女子かどうかっていうのは自分の判断基準かなって思っているっていうのが正直な気持ちです、いただくコメントの中で、宮子が判断基準っていうのは分かるんだけれども、一般的に例えあったよね、年収は1000万あります、っていう人が貧困節約女子って言ってたら、ちょっと違くないですかっていうのと同じことなのではというご指摘が来たりしてたと思うんだけど、それは宮子はどう捉えているのですか。その感覚はすごい分かる。私よりも体重が多くてコンプレックス悩んでるっていう方が私を見た時に、あなたは全然大柄じゃないじゃんって文句を言いたくなる気持ちはすごいわかるから、それには理解を示しているつもり自分の中ではねなんだけど、この人と比べて私はこうだからこう変えていこうとか、そういう風に考えるとブレブレになっちゃうので、今自分がどう思っててどうしたいかっていうのに沿って発信していくっていう風にブレずにいかないと逆に難しいなと思っているのね、だからその人が言うことはすごいわかる、だけどそれに応えることはできないなっていう感じ。じゃあ宮子が自分の中で、あ、もう私は大柄女子ではないかもって思ったタイミングが来たらそれを外そうかなっていう感じだね。そういうこと、大柄女子の看板を外す時は来るのかわからないけどもしね、そういう気持ちになったら外すかなって思ってる、結構もう本質的な話になるんだけど、着痩せについて、痩せたら参考にならないっていう声もかなりいただくんですけど、私も最初そう思ってて、70キロだった時は49キロの京子は一切参考にならないって最初思ってたんだけれども、姉から結構着痩せ術を教わるようになって、京子と私の見え方は確かに違うんだけど、今の私よりも痩せて見える、今の私よりもおしゃれに見えるっていう観点で言うと、体重が違くても全然応用できるなって思ったの、自分が66キロだから66キロの人を探して同じ服を着れば同じように見えるっていう風に思ってると、なかなか着痩せがうまくいかないんじゃないかなって思う、そうじゃなくて体重に関わらず応用できる技術を身につけた方が回り回って自分のためになるって私は思ってるんですね、だから私が痩せたから参考にならないっていうのは私が伝えたいこととは違うわけ、伝わるかな、
伝わるといいよね体型が参考にならないっていうところで終わってしまうよりも、体型に関わらず自分に落とし込んでみるっていうのをやってみると結構世界は広がるかなっていうふうに思うので、うん、別に私たちだけじゃなくていろんな方がそういうことをやられてると思うので、うん、このチャンネルで聞く比べが機能しませんよというご指摘もまあいただいていますけれども、うん、そもそも私が細々と始めたところに宮子にもたまたま加わってもらえることになり、うん、たまたま大柄だったと、うん、たまたま聞く比べができたっていう本当に偶然の産物でやってきた YouTube なので、うん、宮子がこれ以上痩せようが太ろうが私の妹であるゆえに出てもらってるっていう感じなので、うん、そこで変わることはないというか、出てくれてありがとう、一緒にやっていこうって感じでやっておりますので、うん、あの参考にならなくなったら本当にごめんなさいっていう感じなんですけどそれが目的で始めたものでもないので、うん、そこはご了承いただきたいなっていうところが正直なところでございますね。そう、参考にならない、もう違いがわからないよってなってたら私が出なくてもいい出させてもらって楽しいんだけど、参考にならなきゃいけないみたいな義務感みたいなものはあまりなくって、たまたまこの体型で参考にしてもらえて嬉しいなぐらいな気持ちなのよ、うん、だからそれこそなんかこうお金を払って、うん、例えば低身長さんに来てもらうとか、うん、もっと大柄の人に来てもらうとかっていうので運営しているのであれば、聞き比べができるようにするっていうところにこうコミットしていくと思うんですけど、うん、私たちのチャンネルはそういうものではないもので、うん、そういうご指摘をいただくのは、うん、まあ、とてもありがたいことではあるんだけれども、うん、お答えできることとできないことがあるなというのは感じておりますね、うん、なんかよくある話で、例えば結婚してないで発信者をやってましたっていう人が、結婚しちゃうと未婚の方からすると寂しい、うん、それで離れていく、うん、子供がいなかった人が子供が生まれました、で子供がいなかった人、いない人からすると寂しいで離れていくみたいな、ライフステージだったり環境だったり、うん、自分自身が変わっていくことで離れていく人がいて、うん、また来てくれる人もいてみたいなことが起こるのって、うん、本当によくある話なので、そういうことなのかなって思いますね、うん、全ては変動していくという、諸行無常ですか、諸行無常の響きあり全てに関してそう思ってる、変わらないっていうことはもうありえない、もしこれでね需要がなくなってもう出るなってことだったら、分かりましたってなる。じゃあいつか私が出るなって言ったら出なくなります、うん、もちろんです、それはボスだからまあでも私は一人でやってた時のね動画をもし見てくださってる方がいたら、うん、キャラ全然違うよ、うん、こんにちは、KK ファッションの京子と申しますっていう感じだった。覚えてないかもしれない。覚えてるよ、あの時は辛いんですよ。なんかね、そう、自分をね偽って出るのってきついんだよね。本当にだいぶ偽りだったので、うん、今かなりまんま、うん、お互いね、うん、お互いまんまで出てる。初めて会う方とかも YouTube のまんまですねみたいな風に言ってもらうことがめっちゃ多いんですけど、まんまで出れるのってなかなかやっぱね一人でやってる方本当にすごいと思う。いや確かに。なので、まあ、そこはね服を見せるという以外で私はものすごく助けられてるんですよね。なのでできれば出てほしいなって思っているんですけれども、うん、ボスがお望みならば私は出続けたいと思っておりますが、ありがとうございます聞く比べがちょっとできなくなるかもしれないですけれども、うん、ブレないところはブレずに、うん、お役に立てることが少しでもあるようにやっていけたらなって思っておりますので、うん、もしご一緒してくださる皆さんがいたらすごい嬉しいなって思います。思います。それくらい結構来てるという、来てるね、はい、こちらとしては嬉しいです、うん、いろんな人が見てくれてるからこそ来るんですよ。うん、で全然見てもらえないと本当に来ないので。あ、それはあるよね。だから平和でいたいとは思うんだけれども、うん、平和が続かないことっていうのは、うん、とてもねありがたいことです。うん、だから逆にそういうコメントが来なくなったりとかすると、うん、ちょっと不安に思ったですね私も。うん、最近平和だなやべえなって思ったりするぐらい一個の指標だったりするので全くダメージないんです。この前めっちゃ似たようなことを本に書いちゃった。嘘。批判は
風だと思えっていう、というのも風が吹かない環境だとジメジメしてどんどんカビが生えていく、うん、でそれってその人生においても一緒で、ね、波風立たない全く無風の平和な状態がずっと続いているとどんどんカビていく、うん、だからたまに批判という名の風が吹くことで健全な環境が保たれるよっていうのを読んでから、そういう DM 来た時に風が吹いてるなって思うようになったっていう。めっちゃそれの感覚わかるな、うん、来ないことがいいって思ってる人とかいると思うんだけど、うん、私は全くそうは思わない、うん、むしろ来ないと危険だと思ってるので、うん、書いてくれる方ありがとうめっちゃ来たらどうすんの。来てるからまあまあすでにね、なんかいろいろねいただくんですけど、うん、興味を持っていただけてるっていうことだからね、ありがたいしかない、うん、のですが消してるものもあります、うんうん、それはあまりにこう人を傷つけてるなって思うものとかは消してる、うんうん、特に都を傷つけてるなって思うものとかは消します。そうなんだ、はい。で裏声がどうのとかってやつとかは私だろうなって思ったんで、うん、ああいうのは私は消さない。私も京子が気づく前に消してるの何個かあるよ。卑猥なやつとか。卑猥卑猥うん、なんか本当にちょっと口に出すのもはばかられるようなことを書いてくる人とかもいるから、そういうのは他の人にも見せたくないから、そうだね、そうだね、そういうのは秒速で、うん、そうそう、なんか健全なコメント、うん、批判とかは置いておきたいんだけど、うん、誰かを傷つけたり不快な思いにさせたりするやつは消すようにしてるので、うん、消されたら消されたなって思ってでも消したらさ同時にブロックもしてるでしょ。あ、そうしてる。なんかそういうことを書いてくる方と別におつながりにならなくていいかなって思うので、むやみやたらにフォロワー数登録者数伸ばしたいとかっていうのは全然思ってなくて、うん、あ、いいなってじわじわ思ってもらって、うん、フォローしてくださったり登録してくださったりっていう人とこうつながっていきたいんだなって思ってるので、ビューンってこうよくわかんないけど増えたみたいなのは、うん、ちょっと危険かなって思ってるので、うんうん、まあ、増えたら嬉しいんだけどなので登録してない方はぜひ登録お願いします目標10万人。そうだね、10万人いったらちょっと嬉しいよね。嬉しいね、お祝いをしたいよね。お祝いしたいね、うん、ということでご意見いろいろあると思うので、うん、たくさん書いてもらって大丈夫です。しっかり読んでおりますので、うん、はい、何でも書いてください卑猥なのはやめてくださいそうですね、ちょっとそういうのはやめてこんなおばさんをねねえ、使ったということで、この動画がいいなと思ってくださった方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとう。